18日に放送されたダウンタウン DX で同番組に登場した AKB48 の峯岸みなみと和製ミランダカラと紹介されたモデルの香川さやが注目を集めている。香川は昨年ベストボディジャパン2015日本大会でグランプリを獲得した驚異の10頭身のプロポーションモデル。番組では週に34回通っているというジムでの様子などが放送された。ライザップ CM で劇的ボディを披露し注目を集めている峯岸と香川について、 DWITTER では香川さやちゃんめっちゃ美人綺麗すぎる、なんやあれ同じ生き物ちゃう、香川さやってモデルさん衝撃的にドストライクや初めてや、インスタ秒でフォロー、重頭身の香川すなって人素晴らしいスタイル良すぎて同じ猿から進化した人間とは思えん、など香川のプロポーションを絶賛する声が多く上がっている。香川は同番組放送後に自身の TWITTER と INSTAGRAM で峯岸との2ショット写真を公開。皆さん、ダウンタウン DX 見てくれたかな、見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。峯岸みなみさんとの2ショットです。みんなからの応援メッセージが、さやのパワーになります。幸せです。とコメントしている。